ビス止め、式ホールダウン金物1 5系の用ビス止め式、ホールダウン金物1 5系の用ホールダウン金物、または引き寄せ金物は、主に木造軸組工法の建物で使用する補強金物の一つである。この金物は、地震時や台風時に柱が土台や梁から抜けるのを防ぐために必要不可欠な金物で、中脚と中刀の両方に取り付けるものである。 取り付け方式は、柱に M12 の六角ボルトで取り付けるもの、多数の釘で止めるもの、専用のビスで取り付けるもの等がある。サイズは、主に 10KN 用、15KN 用、20KN 用、25KN 用、35KN 用があり、柱に生じる引き抜き力に応じて選定する。アンカーボルト及び、縦方向の通しボルトは、M16 を使う。 アンカーボルトの基礎コンクリートへの埋め込み長さは 360mm 以上必要である。ホールダウン化なものは建物の階数にかかわらず建築基準法、建設省、国時線460号、木造の継ぎ手及び仕口の構造方法を定める県の表に従って取り付けなければならない。ただし N 値計算を行った場合は その計算結果に基づいて取り付ける。また、構造計算を行った場合は、その計算結果に基づいて取り付ける。なお、木造3階建てでは必ず建築基準法、例第81条から99条に基づく構造計算を行い、必要なホールダウンかなものの強度を求めなければならない。このような計算を行った場合、間取りにもよるが、 2階建ての場合には2割程度、3階建ての場合には5割程度の柱にホールダウンかなものを取り付けることになる。特に建物の四隅の柱では引き抜き力が大きく、一つで足りない場合は2つ取り付けることになる。また、開口部両脇の柱には 10KN20、KN 用程度のホールダウンかなものを取り付けることになることが多い。なお、 木造平屋建てや木造2階建てでは、ホールダウンかなものは、必要ないというのは誤りである。また、建物の四隅や、通し柱だけに取り付ければ良いというのも誤りである。木造建築物の基礎に埋め込まれた、アンカーボルト。短いのは、土台用の M12、長いのは、ホールダウンかなもの用の M16。引き抜き力の大きな、 デスミ柱にホールダウン金なもの用のアンカーボルトを入れていない木造3階建て住宅蒸気のような法令や告示があるにもかかわらずホールダウン金なものが省略されている住宅はかなり多い。典型的な例はホールダウン金なものが全くないもの、建物の四隅にしかないもの、通し柱にしかないもの、1階の中脚にしかないもの、2階部分や3階部分で 全て省略されているものなどが挙げられる。これにはいくつかの理由がある。まず、コストの削減と工期の短縮のためである。また、ホールダウン化なものを示した図面がなかったり、その図面にホールダウン化なものを書き忘れている場合もある。さらに、上記の法令や告示があることを知らない人もいる。悪質な場合は、筋会が多いから必要ない、または、 構造用合板で連結されているから必要ないという虚偽の説明をする人もいる。このような木造軸組工法の建築物は地震時などに柱が抜けて倒壊する危険性が高いので建築主建築士、管理者、施考者ともよくチェックする必要がある。ホールダウンかなものの不足が疑われる場合には告示の表、n 値計算。 構造計算のどれに従って取り付けているかを確認し、告示の表または、N 値計算書または、構造計算書の指定した通りに取り付けられているか、すべての柱について検査する必要がある。もし不足していた場合は、ホールダウンかなものを正しく付け直すことになるが、特に1階の中脚で、ホールダウンかなもの用のアンカーボルトが入っていない場合は、 基礎から壊して、やり直しということになる。このような事態を防ぐためにも、基礎工事の段階で、ホールダウンかなものの位置をすべて確認しておくことが、望ましい。なお、接着系アンカーによる補修は、住宅の基礎では、基礎幅が狭く十分な引き抜き体力が出ないことや、埋め込み長さが不足することなどから、新築においては、基本的には認められない。 ホールダウン金物と筋貝がぶつかり、金物が取り付けられなくなったり、筋貝を切り替えてしまう例が報告されている。このようなトラブルを防ぐためには、あらかじめ、アンカーボルトをわざと中心からずらして取り付けたり、長さ 900mm 程度の長めのアンカーボルトを使ったりする工夫が必要がある。また、設計段階において、筋貝は、 極力チーズ構造用合板などの、免材体力壁を積極的に用いることも、このようなトラブルを避けるのに有効である。基礎の立ち上がりが低いベタ基礎の場合、底板コンクリートを打折してから、ホールダウン金物用アンカーボルトをセットすると埋め込み、長さが不足するので、底板コンクリート打折前にホールダウン、金物用アンカーボルトをセットする。または、 立ち上がりを高く設計する。1階から2階の柱の接続、2階から3階の柱の接続で両引きになる場合、ホールダウンかなものは大きい方のサイズに合わせなければならない。ホールダウンかなもののサイズは、X 方向と Y 方向で計算した引き抜き強度を加算したものとする。ありがとうございます。